こんにちは、白うさぎです。今日は毎月恒例の給料日ルーティンを撮っていきたいと思います。皆さん、今月もお疲れ様でした。では、前の月の残高確認からしていきます。はい、では、まず食費の残りが1000円でした。食費の残りは全部コインケースに入れていきます。生活費の残りが2120円でした。小銭はコインケースに入れて、お札は封筒の中に入れていきます。自由費の余りが220円でした。これもコインケースに入れていきます。あ、今月のリセット OK です。今コインケースもこんだけいっぱいになりました。給料を数えていきたいと思います。8万7000円でした。皆さん、今月もお疲れ様でした。では振り分けをしていきたいと思います。まずは携帯代が7000円です。ここにカードごとに振り込みするお金を入れる場所を作ったので入れていきます。では変動費の振り分けをしていきます。食費が2000円です。生活費とか医療費のものが5000円です。自由費が3万円です。はい、お宅貯金が2000円です。家族貯金が1万円です。振り分けは以上で終了です。今回は年金も保険も払ってしまってるので以上で振り分けは終了です。今回の余りが3万1000円です。これは3月自分の誕生日があるのでそれのご褒美に使いたいと思います。イエイ。コスメとか欲しいものがそんなに高いものじゃないんで、プチプラのコスメとかをたくさんちょっと贅沢に買っちゃおうかなって思います。その紹介もまた今度します。はい、今回の給料ルーティンの動画は終了です。ちょっと短くなっちゃったんですけど、また来月もご覧ください。ではまた。